横田飛行場。横田飛行場は、日本の東京都多摩地域中部にある、軍用飛行場、航空自衛隊と、アメリカ空軍の横田基地、横田基地、が設置されている。大日本帝国陸軍の航空部隊の基地として、開設されたが、太平洋戦争後、連合国軍に接収され、在日アメリカ軍司令部及び在日アメリカ空軍、司令部と、 アメリカ大空軍司令部が置かれている東アジアにおけるアメリカ軍の主要基地であり極東地域全体の輸送中継ハブ空港平坦基地としての機能を有している。また朝鮮戦争休戦協定における国連軍の広報司令部も置かれている。2012年3月からは一点再編された航空自衛隊の航空総体司令部なども常駐するようになり、 日米両国の空軍基地となった。灰島駅の北側で、東北西駅や牛浜駅の東側に位置し、福佐市、西多摩郡水穂町、武蔵村山市、羽村市、立川市、秋島市の五市一町、厚生面積順にまたがっている。沖縄県以外では、日本国内最大のアメリカ空軍基地であるが、沖縄県の在日米軍基地のように、民有地の借り入れがなく、 そのほとんどが国有地で占められている。日米の軍用機の運用のほか、近年ではアメリカと同じく北、大西洋条約機構加盟国であるフランス空軍輸送機エアバス A340 から200型機のフランス本土からニューカレドニアなどの紛失海外圏への移動の際にテクニカルランディング地として使用されることもある。東京都調べによる2005年 平成17年5月時点の基地関係者数は、軍人3600人、軍属700人、家族4500人、日本人従業員2200人の合計約1万1000人である。アメリカ軍人及び、その家族のアメリカ本土規制用に、アメリカ軍と契約している、航空会社のテイクチャーター便、パトリオットエクスプレスの民間旅客機が飛来する。さらに、 ユナイテッド航空やデルタ航空など、アメリカ国籍の航空会社の定期便ダイバートや、米本国間米軍チャーターなどで使用されることがある。通常は発着しないものの、何らかの理由による、チャーター便運航時や、ダイバート発生時に着陸できる許可を得ているため、貨物便は、カリッタエアなど、複数の航空会社が乗り入れている。なお、日米地位協定により、アメリカ軍人、 軍属、それらの家族は、出入国管理の登場手続きを必要としない。そのため、日本国内で犯罪を犯したアメリカ軍将兵や、軍を掌握するアメリカ行為交換が国用機で出入国しても、それが日本側に告知されない限り、日本国政府は、その事実を知ることができない。2017年には、大統領専用機で、ドナルド・トランプが出入りしているが、これも、法的には、 アメリカからの出国や日本への入国を行っていない。施設建設やメンテナンスのためなど、一時的に横田飛行場に入場する際には、入場者の日本国籍確認のため、運転免許証、IC カード化され、本籍欄が削除されたため、本籍確認のため、2つの4桁暗証番号を入力が必要。日本国旅券、住民基本台帳カード。 個人番号カードによる身分証明書の提出が必要である。それ以外の国籍については、入場者のパスポートや在留カードの提出が必須で、求められるが、中華人民共和国や北朝鮮、イランなどの保有国籍によっては、横田飛行場への入場が拒否される。1940年、帝国陸軍航空部隊の立川陸軍飛行場。 立川飛行場の付属施設として建設された多摩、陸軍飛行場、多摩陸軍飛行場、多摩飛行場が前進。同年4月1日、新鋭戦闘機を筆頭とする、隠し航空兵器の審査を行う看和である、飛行実験部が立川より多摩に移転。太平洋戦争、大東亜戦争中の1942年10月15日には、飛行実験部は拡充改編され、 陸軍航空審査部となり、審査業務を行いつつ、末期の本土空襲時には、部員と機材を使用し、臨時防空飛行部隊、通称、フッサ飛行隊を編成し戦果を上げた。敗戦後は1945年9月4日に、連合国軍の一国として、日本の占領業務に当たったアメリカ軍に接収された。戦中、アメリカ軍は、偵察機から、 従来把握していなかった日本軍飛行場の報告を受け、その基地を横田飛行場と名付けたため、また横田基地と呼ばれるようになった。接種後に基地の拡張工事が行われ、1960年頃には、おおむね現在の規模となった。拡張に際しては、北側で国鉄八高線や国道16号の経路が変更され、 南側で五日市街道が分断された。このため、この周辺では常時渋滞している。朝鮮戦争当時は B-29 爆撃機の出撃基地として機能し、ベトナム戦争時も補給拠点として積極活用されていた基地である。2012年3月26日に航空自衛隊の航空総隊司令部などが府中基地より移転し、 航空自衛隊横田基地の運用が開始された。基地の遠隔についての詳細は、水保町の資料等を参照。玉飛行場の敷地大部分が、当時の西玉郡福佐町、現在の福佐市にあったことから、地元や陸軍航空審査部では、福佐飛行場と呼ばれていた。この玉飛行場、福佐飛行場を、アメリカ軍が戦中より、と呼称したのは、 アメリカ陸軍地図サービスが1944年に作成した地図資料では北多摩郡村山町、現在の武蔵村山市の大技なでったが、や、より飛行場近くに記載されていたためと考えられており、地名としての横田は現在では消滅したものの武蔵村山市役所の西隣のバス停名称として残っている。その後は、 横田基地が存在していることにより、横田を管したトンネルや店舗、境界が点在するようになっている。横田飛行場には、現在も戦争継続中の朝鮮戦争における、国連軍の広報司令部が存在しており、上勤の要因として、軍人3名、軍属1名が配置されている。また、国連軍3カ国のうち、8カ国の駐日大使館付駐在部官が参加する。 合同会議が3ヶ月に1回程度の割合で開かれており、事実上の中日部間の連絡詰め所となっている。飛行場には日照機、正常機の他に国連機が常時提供されている。国連軍広報司令部は朝鮮戦争休戦協定成立後、1954年昭和29年に日本とイギリス、アメリカ、フランスなど10カ国の、後に 対応国も加わるが、国連軍事協定を結んだことが始まりで、現在でも朝鮮戦争が、戦時国際法上、休戦中、戦争継続中であることが、日本に設置する根拠となっている。かつては、キャンプザマに設置されていたが、2007年、平成19年11月2日に、横田飛行場へ移転した。2010年12月17日に、閣議決定。 公開された22対抗及び23中規模に基づき以下の物体等が府中基地より移住及び新編されることが発表された。2012年3月21日付で移転を完了し26日から航空自衛隊横田基地として運用を開始した。基地指令は作戦システム運用隊旧防空指揮軍指令が兼任、施設所在地 東京都福祉市大技福百552。なお、海上自衛隊は、航空自衛隊中央救難調整所、RCC から、海難救助や航空救難の情報を得るために、基地内に、航空救難情報中枢、リックと呼ばれる機能を、府中基地から移転、設置し、海上自衛官の救難連絡員が配置されている。いずれの無線局も、 24時間運用を行っている。毎年8月、9月頃の連続した土曜日と日曜日に横田基地日米友好祭が開催され、普段は立ち入ることのできない一般人、原則は日本国籍者とアメリカ合衆国国籍者の身分証明書所持者も第5ゲート最寄り駅は大梅線牛浜駅から横田基地に入場できる。友好祭では 米軍機や自衛隊機の軍用機展示を行う、航空ショー、バンド演奏、レーションのモンアヤスパムの販売、米兵による模擬店出店、子供向けの遊戯施設の設置などが行われ、最終日の終了直前には、花火の打ち上げも行われている。2013年は、米軍の経費縮減のために、無期限の延期となったが、2014年から再開された。また、毎年1月に、 フロストバイトロードレース、マラソン大会が開催される。2012年まで、東京都知事を務めた、石原慎太郎は、横田基地を民間航空機にも開放する、軍民共用化を2003年都知事選で、公約しており、石原の任期中には実現しなかったが、公認の猪瀬直樹知事も実現に意欲を示していた。一方、一部の地元自治体の間では反対意見も、 在日米軍再編に絡む横田基地の軍民共用化は検討開始から12ヶ月以内に終了するという日米の合意に沿って2006年10月より検討会において協議されてきている。しかし2007年10月半は日本政府関係者の報道人への発言によればアメリカ側は横田基地への民間旅客機乗り入れに難色を示しており 2007年11月8日、来日中のゲイツアメリカ国防長官と、河村外務大臣との会談において、協議の継続を求めた河村外相の要請にも、同長官は主行せず、厚木基地や入間基地の軍民共用化を逆提案した。猪瀬直樹知事の辞任後、公認の知事が取り組まないことから実現することなく、没交渉となっていたが、2019年4月19日、 政府が2020年東京オリンピックパラリンピックの期間中に横田基地の時的な軍民共用化を打診したと一部マスコミで報道された。これに対して小池百合子都知事は都としても国に要望を行ってきた経緯に触れながらぜひ活用させていただきたい。都としても望むところと初見を述べたほか在日米軍のクリストファー・マホーニー副司令官も現時点では何も決まっていない。 日米間の事務レベルで、軍民共用化に必要な条件を協議している。日本側から、どのような要求があるのか、在日米大使館を通じて待っている段階だ。共用化はできるのではないかとの意見がある。承認された場合は100%支援したいなどと、マスコミに語り、日米間で調整を進めていることを示唆した。日米両政府は、アメリカ空軍と、 航空自衛隊による軍軍共用化で合意しており、航空管制権が日本側に返還され、航空自衛隊が受け持つことになる。この合意は実現し、同基地には空軍第後、第13航空軍司令部と東京都府中市から移転してくる航空自衛隊航空総隊司令部が同居することになった。共用化や総体司令部の移転など、 当初の予定では2010年、平成22年となっていたが、2012年、平成24年3月26日、移転が完了し、同日から総体司令部他が運用を開始した。同庁舎地下には、空自と米軍が一堂に会する共同統合運用調整所が設けられ、地下通路でアメリカ空軍の指揮所とも行き来できる。全世界的な米軍再編の動きに従って、 キャンプザマ、神奈川県へのアメリカ陸軍第一軍団司令部移転計画。現在は、米ワシントン州フォートルイスに所在が存在し、これが実現した場合、四軍の司令部が日本に揃うことになる。日米軍事一体化、アメリカの世界戦略への協力だとする一部の反発もあるが、日本国政府は、米軍再編へ協力する姿勢を示している。だが、年、 平成22年12月17日に閣議決定し公表された中期防衛力整備計画の内容に米軍とのインターオペラビリティを向上するため横田基地を新設し航空総体司令部等を移転するとの表現があることが判明。沖縄県以外の日本では唯一、強小な行政面積の3分の1を基地に提供している福祉市が 航空自衛隊横田基地の新設は、単なる故障上の問題にとどまらず、基地機能の強化、基地対応の変化に直結するものだとして、内閣総理大臣、防衛大臣などに強く抗議、申し入れを行っていたが、航空自衛隊横田基地は実現して、現在に至る。横田新入管制区、通称、横田空域の1と8県、北は、新潟県、南は、 伊豆半島中部まで、東は、東京都の中野区、上板橋と轟を南北に結ぶ線、まで、西は、静岡県、中部までに及ぶ、広大な空域の航空管制は、本飛行場で行われている。横田ラプコン、レーダー侵入管制の略とも呼ばれる、この空域、2016年現在、最高高度は2万3000フィートイコール約7010メートル以下。 アメリカ空軍の管制下にあり民間航空機であっても当該空域を飛行する場合はアメリカ空軍による航空管制官の指示を受けなければならない。しかし在日米軍との事前協議によって飛行計画経路を設定、調整する必要があり手続きが煩雑である等の事情から東京国際空港や近傍の成田国際空港を発着する民間航空機の多くは 同空域を垂直軸または水平軸で避けるルートで飛行している。なお、民間航空機に景気飛行が義務化される以前は有視界飛行で同空域を突っ切ることによる時短競争が航空会社パイロットで行われており、東京大阪30分と宣伝されていた。アメリカ軍から 東京国際空港が返還された1952年、昭和27年当時からそのような状況下にあったが、近年は航空機の性能向上を背景として短距離を除く国内線ジェット旅客機の巡航高度は0 0 0メートルから1 2 0 0 0メートルであり、国際線等の長距離路線はさらに高高度となっており、工日の区域一部削減の後は、 民間ジェット航空機の飛行に大きな影響を及ぼすものではなくなっている。2019年1月30日、野上幸太郎官房副長官、当時が羽田空港への飛来便が横田空域を一時的に通過できるようになり、その通過する時間帯は日本側が完成を行う日米の交渉が基本合意に達しと発表した。 この合意により羽田空港の発着枠が6万回から9万9千回と50%以上の増加となり、また飛行時間の短縮にもなった。一般的に短距離を除くジェット旅客機は離陸時に急上昇して高度を稼ぎ、空気抵抗の低い中なか,なか高度清掃圏を巡航し、着陸時にゆっくりと降下するのが通例である。巡航高度が低いほど、 大気の空気抵抗が増し、燃料費が余計にかかることになる。さらに加えて、東京国際空港は、オープンパラレルで多数の飛行機が連続して着陸する。中、離陸便、西域国内線は、騒音問題等の絡みから狭い東京湾周辺で、一気に2700メートル程度まで高度を上げており、そこから西方の横田空域に向けて飛行しても、 後日の2008年空域変換により、海岸上に空域が削減されているため、現状では本空域の影響は、ほとんどない。また、東京国際空港、成田国際空港ともに、日本国内有数の発着数を抱える過密路線で、あ、離陸、着陸相互間を含む、航空路の交通整理及び、地上の騒音問題の軽減など必要上、水平軸で回り込む侵入、 新出路を取る必要があるのであり、このような事情に横田空域の存在が影響することはどない。同空域は1992年、平成4年に約10%、2008年、平成20年9月25日に約20%が変換され、現在は高度約7000メートルから約2400メートルの、おおむね西高東低の6段階の階段状となっており、 特に、西日本方面との航路が集中する南半分、現在、東京国際空港発の航路が、集中については、東部2450メートルから西部4900メートルと、比較的緩やかな階段状となっている。2008年、平成20年の一部変換により、東京国際空港を利用する民航機が横田空域を迂回したり、同空域を越すための、 上昇率が減るため、年間約180億円、東京国際空港の再拡張前は130億円、経済効果があると試算されている。約180億円の内訳は、ジェット燃料費削減による効果が約66億円分、飛行時間短縮による運航コスト低減効果が36億円分、旅客利便性向上効果が77億円分とされる。 要求上昇率の緩和は航路距離にもよるが、Z 旅客機についてほとんど横田空域の存在を無視できるようになった。実際に横田空域の空域外上空を飛び越すルートの設定が大幅に増え、これにより東京国際空港の年間発着回数は約29万6千回から40万7千回へと増加する。また時間短縮効果は 羽田出発便のうち中国地方、九州北部行きで3分、関西地方、九州南部、沖縄行きで約2分、東京国際空港到着便では2分以上とされる。なお、横田空域西部は日本アルプスや富士山、箱根などの標高の高い山脈が連なり、偏西風が山を越えて生じる乱気流や山岳波があるので、横田空域がそもそも存在しない場合でも、 航路上を迎える必要があり、例として、富士山上空では、標高1万メートル、約3万2800フィート程度まで山岳派の影響が及ぶこともある。前日の通りゆっくりと降下する着陸時のルートは、南側海上よりに設定されいる。実際、富士山付近では、過去に、複数の空中分解事故、英国海外航空機空中分解事故、 セスナ機の墜落事故などが発生している。反対に横田飛行場を南から離着陸する軍用機等は空域一部変換後増加した東京国際空港発着機を避けるため長い距離を低高度で飛行する必要があることから飛行経路周辺では騒音被害の悪化を招いている。鉄道貨物によってジェット燃料の輸送が行われている。 JR 鶴見線安全駅に隣接する、米軍鶴見貯油施設より、平成26年3月15日外野改正より、JR 武蔵野貨物線、南部線、大目線経由で運行される線貨物列車、通称、米館が、平日1日1往復設定されている、平成26年4月時点で、日、木曜の週2日が中心。使用されるタンク車は、 米軍輸送隊が日本石油輸送より借り受けている JP-8 航空用ジェット燃料の名称 JP-8 は軍用と車体に書か,かれた専用タンク車であり36トン積みの多機38000型を使用した13両編成または45トン積みの多機1000型を使用した12両編成で運行される。ハイ駅に到着した貨車は駅構内で ディーゼル機関車に付け替えられて、基地内まで伸びる、単線非電化の専用線、引っ込み線を経由で運び込まれる。以前は、定期列車であったが、現在は、臨時列車となっている。ただし、定期列車時代から、運行有無は荷主である米軍の都合で決定されており、臨時列車化された現在と運行頻度はほとんど変わりない。1967年。 昭和42年8月8日に新宿駅にて発生した米軍燃料輸送列車事故は隣接する米軍立川基地へ運転されていた同種の貨物列車で発生したものであり当時のベトナム戦争反対運動や反米学生運動等の左翼活動を刺激する原因となった。これとは別に国土交通省地図空中写真閲覧サービス以下同様で公開されている 昭和22年米軍機撮影航空写真によると、八甲線東北西箱根ヶ崎間の東京水道、羽村山口京弁鉄道跡交差辺から基地内に数百メートルほどの引っ込み線が映し出されている。積み荷が白く映っていることから石灰石の模様、基地拡張工事によるセメント資材輸送用として使用されていたと思われる。昭和27年測量図では、 同地点には逆の西側に短い側線が書かれている。昭和31年撮影の航空写真では引き込み、線途中に建物があり、また貨物などが写っていないことから、この頃には廃線したと思われる。基地問題は真中直後から発生し、滑走路建設のための砂利採取は、玉川の川床を低下させ、下流の不注用水などに影響を及ぼした。また、 航空燃料や廃油の流出による地下水や井戸水の汚染、異臭や因果事故、騒音及び度重なる墜落事故など周辺住民の日常生活へも深刻な被害を及ぼした。立川基地が返還された一方、横田基地では現在も年間の離着陸数が約2万回と東京国際空港の5%程度。 東京国際空港の1年間の航空機発着回数は約38万4000回年に数回実施されていた空母艦載機着陸訓練は夜間にも行われていた。このような訓練と日常的に行われている飛行及びエンジンテストなどにより周辺住民に多大な騒音被害を与えているため日本国政府やアメリカ合衆国連邦政府に対し飛行差し止めと 騒音被害に対する損害賠償を求める訴訟もたびたび起きていて、現在、過去分の損害賠償の一部についてのみ認める判決の流れがほぼ定着している。東京地裁立川支部に最近提訴され係争中のものとしては、2012年12月12日に起こされた第九次横田基地公害訴訟と2013年3月26日に起こされた 第二次新横田基地公害訴訟がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。